はい、皆さんこんにちは、製麺機です。今日のお昼はこちら、ネギトロ丼にしてみました。今日はこんな感じでネギトロ、まあマグロのたたき買ってきてネギ混ぜただけですけども ね簡単なんで、一応ご飯は酢飯にしてますけども、酢飯もそんなねめんどくさいもんじゃないんで、ちゃちゃっとね、ちゃちゃっとネギトロ丼作ってみました。こんな感じですね。ではこちらわさび醤油かけていただきたいんでね、ちょっとわさびちょっと溶かして、ではわさび醤油をちょっとこう回しかけて、私はお醤油しっかりかけたい派なんで、ちょっとね多いかなってね思ってる視聴者の方もいらっしゃるかもしれないですけど、私はお醤油大好き人間なんでこんな感じでどうでしょう、ね、では早速、こんな感じでいただきます。うん、うまっ。うわ、やっぱ酢飯でやんないとダメですよね、ネギトロは。いや、うまいっすね、やっぱね、ご飯にもお醤油が染みて、うん、うん。ではお味噌汁は生協さんのお味噌汁、長ネギのお味噌汁でね、ちょっと手抜きました。これはねお湯入れただけです。ちょっと少ないかと思って、お湯多めに入れたら薄くなっちゃいましたね、やっぱり。うん、ちょっとね少ないかなと思ってお湯多めに入れちゃったんで、では野菜サラダも用意したんで野菜サラダもいただきます。お昼にもしっかり野菜食べて、うん、うん、レタスシャキシャキ、うん、喉詰まるんで、またお味噌汁いただいて、うん、ではネギトロの続き、ご飯はね 100g だけですね。こんなに食べちゃうとちょっと太っちゃう。こうですよ、いただきます。うん、うん、ほんとネギトロ、ネギトロ巻きとかネギトロ丼とか最初に考えた人すごいですよね。ほんと美味しいですよ。うん、ことといばしの近くのお寿司屋さんでしたっけ、ネギトロ発祥のお寿司屋さん、なんかそんな話聞いたことありますけども、お寿司屋さんの名前まではちょっと覚えてないですけど、確かね、あの東京の下町のね、あの隅田川、大川なんて言ったりしますけどね、地元の人はみんな大川大川って言うんですよね、隅田川のこと。あそこのおととい橋、隅田川の花火大会やるとこね、あそこの近くのお寿司屋さんがネギトロ発祥だって昔聞いたことありますけども、どうなんでしょう。
ではサラダ食べちゃおうかな、もうこれだけなんで。よいしょ。食べちゃいます。食べちゃいました。サラダおしまいです。だからまたお味噌汁ちょっと軽く飲んで。ドロ。もうちょっとお醤油足そうかな。どうしよう。でもかけすぎですかね。よ、なんかちょっとお醤油少なそうな感じに見えるんですけども、まあいいか。じゃあいただきます。うん、あ、お醤油ちょっと足んないかな。まあでももうこんだけなんで。ご飯いただきます。わさび醤油がいいんですよね。わさび醤油と酢飯とネギトロのこのねバランスが絶妙でうまいっすわ。よいしょ。こんな感じでネギトロいただきます。でラストですね。よ、ご飯しか見えてない。よ、こんな感じでネギトロ最後一口。ちょっとご飯のこっち。あー、うまいな、やっぱ。ではお味噌汁飲んじゃいます。お味噌汁飲んじゃいました。いやー、美味しかったです。ごちそうさまでした。今日のお昼は、ネギトロ丼を作っていただきました。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また後でね動画アップしたいと思いますのでよろしくお願いします。ではごちそうさまでした。